皆さん、こんにちは。本日の記念日は、こちらです。愛と希望と勇気の日。1959年1月14日、南極観測船、宗谷、の一行が、昭和基地に着いた時、その前年、心ならずも置き去りにしたカラフト犬、タロとジロが、生きているのを発見した。この二頭の犬の勇気を称え、 生きることへの希望と愛することの大切さを忘れないために制定された。本日の記念日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。